危ねえ危ねえ。エオスを召喚。名前が売れてて光栄だぜ。これだけ消えたモンスターが並んでいるんだ、間違いない。しかもモンスターを実体化させてやがる。時代だと、こいつか。巨大なエネルギーの正体はなんだ。この白いドラゴンはネオス。あっ、うわあ。10代、君の相手はここまでだ。なんだと。ああ、かすり傷だ。で、もう一度聞くけど、君はあのヘンテコマスクに奪われた白いドラゴンを追って精霊の力を借り、未来からタイムスリップしてきたってことなのか。俺は信じるぜ。時を超えるなんてむちゃくちゃワクワクする話じゃないか。俺は結城十代、よろしく。ところで気になってたんだけど、あれは未来のデュエルディスク？すっげえ、あそこまで進化するのか。だな、十代。急に現れるなって、ユウセイが驚くだろ。君もデュエルモンスターズに選ばれたデュエリストってわけだ。最近この辺りでデュエルモンスターズのカードが消える事件が相次いでね。それを追っていたら、奴に遭遇したんだ。もちろん、こんな目に遭わされて引き下がってられるかっての。で、どうやって探すつもりだ？奴はおそらく過去に向かったぞ。なるほど、その歪んだ記録を見つければいいわけだ。万丈目グループのデータベースにアクセスすれば、そんな記事を見つけられるかもしれない。おっと、あったぞ。はっ、なんてこった。奴の目的はこれだ。はっ、もしや、ネオスが消えていく。君が言っていたのはこのことか。大丈夫ですか？無事ですよ、ユウギさん。よし、まだ大丈夫だ。俺は結城十代。俺たちは未来から来たんです。ええ、30分後に起きる悲劇からみんなを救うために。そうです、奴はペガサス会長を抹殺しようとしているんです。すでに未来の世界ではデュエルモンスターズは消え、街は滅びようとしているんです。一緒に戦ってください、ユギさん。ギさん、よっしゃ。ユギさんが一緒なら100人力だぜ。そうと決まれば。急いで広場から避難するんだ。連絡がつけば。パラドックス。貴様のやっていることはただの破壊だ。つまらぬ一過程だと。お前をぶっ倒すことにワクワクしてきたぜ。行くぞ、デュエル。神話。本来ならサイバーエンドの召喚には融合カードが必要なはず。すげえ技を使うぜ、ユウセイ。貴様、よくもヨハンのカードを。大丈夫か。攻撃力4000もある2体の攻撃をしのぎ切ったんだ。上等だぜ。行くぜ、俺のヒーローデッキの力を見せてやる。俺のターン。ユウセイ、お前の力を借りるぜ。マジックカード融合。フィールドのジャンクガードの後、手札のエレメンタルヒーローネオスを融合する。ユセ、これが俺と君の力を合わせたニューヒーローだ。現れろ、エレメンタルヒーローネオスナイト。ネオスナイトはネオスと融合させた戦士族モンスターの攻撃力の半分、攻撃力をアップする。いけ、ネオスナイト。ラスオブネオススラッシュ。ネオスナイトの効果、ネオスナイトは一度のバトルで二度の攻撃ができる。いけ、やったぜ。俺はあなたとユウセイを信じる。だから力の出し惜しみはなしです。でけえ、ネオスナイト。分かってるって。トラップ発動、ヒーローバリア。フィールドにエレメンタルヒーローがいるとき、攻撃を一度だけ無効にする。だがこの瞬間俺のトラップも発動、エレメンタルミラージュ。フィールドのエレメンタルヒーローが効果で破壊されたとき、そのモンスターを復活させる。蘇れ、ネオスナイト。ユーギさんに渡すのにフィールドがガラ空きなんてシャレにならないぜ。ブラマジ来た。最初からスターダストを奪い返すつもりだったんですね。やった、すっげえ。なんだ、自分の姿をモンスターに変えやがった。速攻魔法融合解除、ユーセ今だ。
もらう。重大優勢。なんだよ優勢、もう諦めちまうのか。時を超えてここまでやってきたってのに。自分たちの未来が間違っているのかそうでないのか、それは自分自身で決めることさ。速攻魔法クリボーを呼ぶ笛。デッキからクリボーか羽クリボーを手札に加えることができる。遊戯さん。そしてモンスター効果により本物のスターダストドラゴンが復活。行け優勢。ああ、その通りだ優勢。トラップ発動、ネオススパイラルフォース。フィールドのモンスター1体の攻撃力を2倍にする。行くぞ、エレメンタルヒーローネオス。シューティングスパイラルソニック。ええ、自分の時代でやり遂げなくちゃならないことがまだまだありますから。